こちらはヴィンテージ感漂うデザインに機能性を集約したパンツとなっておりまして、リサイクルナイロンリップストップを使用したフィールドパンツとなっております。ヴィンテージ調のナチュラルなシワ感や軽い風合いが特徴の一本となっておりまして、環境に配慮したフッ素化合物を使用しない PFC フリーの撥水加工で機能性をプラスし、ウエストはゴムのシャーリング仕様となっております。右腰にはファスナー仕様のモバイルポケット、フロント腰ポケットの、中にねちっちゃな袋があるんですけども、そちら小さなものが落ちにくい仕様となっておりまして、まあ、本当にね、あの動画の後半でもご紹介してるんですけども、 AirPods とか、そういったねちょっとアクセサリーをね入れるにはちょうどいい大きさとなっております。裾に入れたドローコードにより風の侵入が軽減できて、シルエットの変化も調整可能となっておりまして、また下は足の可動域を広げるマチ付きとなっております。くるぶしほどの丈感にヒップとあたりにボリュームを持たした、ワイドテーパードカットとなっておりまして、緩やかなねあの裾の、しぼまりっていうところも、こちらね美脚効果の、一つにつながってるんじゃないかなと思いますので、まあ、本当にいろんな着方をね楽しんでいただけるアイテムとなっておりますので、ぜひねこちら気になる方はチェックしてみてはいかがかなと思います。今回はちょっとねサイズがお店の方にあまり残ってなくて、黒の32のみ着用してるんですけども、まあ、若干ね僕の身長でしたらやっぱりサイズ感はね少し大きすぎる感じはあるんですけども、まあ、色の雰囲気とか、その辺だけね生地感であったりとか、その辺だけ少しでもご参考になればなと思っておりますので、まあ、そこはあらかじめご了承いただければと思います。またあの動画の後半にはね、あの前回ご紹介したフィールド、カーディガンの方ですね、ナイロンリップストップの同素材のものになるんですけども、まあ、そちらとセットアップでも、楽しんでいただけるように、こちらねあのセットアップで着用した、画像もありますので、そちらも、見ていただければなと思っております。結構シルエットはねもう個人的にはめちゃくちゃ好きな太さで、このねあの腰回り緩くて、あの渡り幅とかね結構ゆったりとした感じのシルエットはすごく、個人的には気に入ったアイテムの一つとなっております。でこちら実際着用してるんですけども、163cm 54kg で今、32のサイズですね、まあ、大体 L 寸ぐらいだと思っていただければいいかなと思うんですけども、まあ、ウエストに関しましては、ドロコードついておりますので、まあ、ちょっとグッと縛ってしまえば、ずれてくることはないような感じですね。でこちらがねあのポケットが、片方側だけねあの2つついておりますね。ジップ付きのものと普通の、スラッシュポケットとって感じですね。片方だけは、もう片方はもう普通のねあのスラッシュポケット1つとなっておりますので、まあ、この辺はねあのすごくね収納力もあって、まあ、ちゃんとねジップついたタイプもあるっていうところでね、貴重品とか、落としたくないものはねこちらに入れていただければいいかなと思います。でこちらの小さな布袋のところにエアポッツとかも、しっかりとね収まる大きさの袋が、内蔵されておりますよって感じですね。腰あの後ろのところはねパッチポケットが2つついております。で裾はね一応ドローコードで絞っていただけるような感じとなっておりますので、まあ、絞るとねちょっと若干こう裾のキュッとした感じで、よりこのシルエットの丸みが強調できるような、雰囲気になってるんじゃないかなと思います。まあ、163センチで、まあ、本当にねあの丈もそんなに長めではないですので、まあ、170後半の方でしたらもう本当にあのクロップド丈に近いというか、まあ、くるぶしぐらいの丈感で履いていただけるようなイメージの丈感になるんじゃないかなと思います。あんまりねそこを気にしてあの裾をあのウエストの位置をねちょっと落としすぎると、あのあんまりねちょっとシルエット的には綺麗に見えないかと思いますので、まあ、どちらかというと個人的なイメージとしましては、あの丈感でちょっとウエストじゃないです、あのサイズをね合わせていただいた方が雰囲気というか、まあ、しっくりきやすいんじゃないかなと思いますね。でこちらが前回ご紹介したフィールドカーディガンの方ですね。そちらと一応セットアップできるとこんな雰囲気ですね。まあ、これはこれでねめちゃくちゃかっこいいんじゃないかなと思います。またはこうセットアップなんですけども、素材がナイロン 100% となっておりますので、まあ、このねスポーティーらしさもあり、まあ、コーディネートのまとまりもあり、それでいて程よくねこの綺麗な感じっていうところもありますので、まあ、ラフな感じなんですけども、決してこのスポーティーすぎないっていうところのねあの雰囲気
をしっかりと出してくれるのがこちらのね、あのセットアップの一番いいところなんじゃないかなと思いますし、なんといってもね、このシルエットですね、そこがとにかくね、この絶妙な緩さでリラックス感ある感じなので、大人の方でも非常にこう取り入れやすいセットアップなんじゃないかなと思いますので、チェックしていただければいいんじゃないかなと思います。都市生活での移動にフォーカスし、自転車での走行を快適にするディティールや素材にこだわったコレクション、収納性の高さが特徴のパンツとなっております。スパン紙を使用したリップストップナイロン生地は強度がありつつ、天然素材のようなナチュラルな風合いとなっております。また撥水加工が施されておりまして、多少の雨にもしっかりと対応してくれるっていうところはすごくいいポイントかなと思います。ウエストには5つのトリコットメッシュポケットが配置されておりまして、お財布やスマートフォン、鍵など生活に必要な小物類を足の動きに干渉することなく持ち運びすることができるっていうところは、もう本当に自転車乗りの方とかね、特にそうかと思いますけども、まあ、そういった機能的な部分はしっかりとあるっていうところは大きなポイントですね。両サイドとヒップにもポケットがありまして、収納性をよりそこで高めてくれているのと、裾はドローコードで絞ることができますので、チェーンリングへの干渉、巻き込みのリスクっていうところも軽減されております。8分丈でゆとりのあるワイドテーパードシルエットとなっておりまして、自転車走行時の足の運動を考慮し、膝にダーツが入っていますので、まあ、その辺がね、ノースフェイスならではの、機能合理性を持ちつつ、もちろんね、都市生活に対応するデザイン性を高めたアイテムとなっておりますので、まあ、日常生活の、スタイリングにでもね、結構スタイリッシュでかっこよく落とし込みやすいんじゃないかなと思いますので、まあ、使い勝手はね、非常にいいかなと思いますし、まあ後で紹介してるんですけども、まあ、ちょっと前にご紹介したこちらのトラックジャケットのバージョンですね、そちらとセットアップでも着用は可能となっておりますので、まあセットアップで着ても非常にかっこよくお使いいただけますので、まあその辺も含めて後ほどねご覧いただければいいかなと思いますので、気になる方はねぜひチェックしてみてはいかがかなと思います。一応サイズ展開が XS サイズから XL サイズまで展開されておりまして、今回着用しているのが S サイズ、M サイズの2サイズを着ております。一応お値段が税込みで24,200円と、まあお値段的にはね、決してお安いパンツではないんですけども、まあ、生地感であったりとか、まあ、シルエット含めて非常にね、このクロップドっていうところもね、今に来てまたちょっと新鮮さもありつつ、非常にかっこよく使えるんじゃないかなと思いますので、もう履いた感じのシルエットっていうところもね、個人的にはめちゃくちゃ新鮮でしたので、まあその辺含めてね、おすすめポイントも、ご覧いただければいいかなと思います。ということで、こちら実際着用してるんですけども、163cm 54kg で、今着用が S サイズを履いております。正直ね、ちょっと僕太ってしまいまして、ウエストはもう結構パツパツな状態にはなってるんですけども、まあ太ももとか丈感とかはね、このぐらいの方がよりスッキリ見えるかなと思います。結構ねウエストがもう引っ張られてるぐらいパンパンにはなってるんですけども、まあそこさえクリアすれば全然このサイズで全然いいかなと思います。こちらのね、ベルトがちょっと長めに設定されておりますので、ちょっと緩めなトップ好きでもね、しっかりとこのベルトがタランとこう垂れるようなデザインというところも一つポイントかなと思います。で、8分丈になってまして、裾がね、一応ドローコードついておりますので、まああんまり絞らんでもいいかなとは思うんですけども、まあ絞るとよりね、この裾幅が細まって、ちょっと丸みのあるシルエットっていうところも、こちらで楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。正直ね、この8分丈って結構この靴であったりとか靴下の長さであったりとか、まあ、その辺がね結構難しくなってくるかなと思いますが、まあ、一番もう安心なのは、ちょっとボリュームあるスニーカーに靴下が見えないソックス履いていただいたら、すごくいいんじゃないかなと思います。まあ、それが一番ね、もう無難と言いますか、安心感のある、足元の作り方かなと個人的には思いますので、まあ、その辺も少しでもご参考になればなと思っております。結構今緩めなトップスと合わせてもね、全然バランスはすごく取りやすかったですね。
で、こちらがご紹介したトラックジャケットですね。上も一応 S サイズを着用しております。まあ、両方 S でセットアップできるとこんな感じですね。結構張りのある、ナイロンのね、このシャカシャカする感じがまた今年っぽくて、まあ、すごくね、このナイロンアイテムっていうところは今年特にね、この春夏いろんなメーカーさんからも発売されておりますけども、まあ、こういったちょっとスポーティーな、セットアップっていうところもかっこいいですし、まあ、それでいてね、このトラックジャケットであったりとか、この八分丈のパンツっていうところは、まあ、このセットアップっていうのはすごくね、個人的には新鮮さもあって、かっこいいかなと思いますので、まあ、両方合わすとね、ちょっと6万近くしちゃうんですけども、まあ、それでも本当に雰囲気はね、めちゃくちゃあって、まあ、流行り廃りもね、まあ、パンツの丈はちょっとあるかもしれないですけども、まあ、自転車乗りの方とかね、全然この辺のスタイリング持ってれば、非常に重宝するんじゃないかなと思いますので、気になる方は、概要欄の方にリンクも貼っておきますので、チェックしてみてください。で、こちらがちょっとワンサイズパンツ上げて M サイズを履くとこんな感じですね。もうウエストはもうここまで来るとね、全然余裕で、もう本当に程よいゆとりで履ける感じですね。で、裾はね、どうしてもちょっと長めになりますので、これでまあ 8.5 分か9分ぐらいの感じの丈感にはなるんですけども、これでちょっと裾絞るとこんな感じですね。太ももとかはね、めちゃくちゃゆったりしておりますので、非常にね、何のストレスもなく履いていただけるような感じで使えるんじゃないかなと思います。本当にウエストもね、ちょっとボタンで留めるのと、ちょっとフックで引っ掛けるタイプとなっておりますね。で、ここがね、ちょっと伸びるような感じのイメージなんですけども、まあ、そんなにめちゃくちゃ伸縮性があるウエストかっていうとそうでもないですので、まあ、普通にね、ゴムの、ウエストまではいかないぐらいの感覚で見ていただければいいんじゃないかなと思っております。やっぱこの黒のセットアップってすごくね、引き締まってかっこいい感じで、スタイリッシュで、雰囲気はめちゃくちゃいいかなと個人的には思っておりますので、まあ、こういったね、ちょっと上下で合わすと、やっぱりもうそれだけでね、コーディネートも考えなくていいですし、まずそれでいて、こうそれ相応の感じに見えるっていうところはね、セットアップの一番の魅力なんじゃないかなと思いますね。はい、こちらですね、まあ、ちょっと詳細と言ったら大げさですけども、まあ、ウエストはこう先ほどもお伝えしましたが、ボタンで留めれるように、なっておりますね。で、ちゃんとフロントはジップついておりまして、ここのフックをね、カチッとかけていただくだけでもう止まるような感じですね。一応このベルトの長さはもちろん調節は、していただけますので、まあ、この垂れる長さもお好みに多少はね、調節できるんじゃないかなと思います。こちらトレイルランニングやボルダリングやヨガに最適なテルボンのジョガーズはトレイル用キットに加えるべき軽量で機能的なパンツとなっております。快適なウエストバンドと裾を備えておりまして、通気性と速乾性というところもね、しっかりと、ありますので、まあ、そういった部分もね、非常にこうデイリーユースでも使い勝手がいいパンツなんじゃないかなと思います。またフッ素化合物不使用の耐久性撥水コーティングというところもされてますので、まあ、本当にね、多少の小雨とかでも、気にせずお使いいただけるっていうのはね、すごく嬉しいポイントなんじゃないかなと、個人的には思います。結構ね、履いた感じのシルエットも腰回りは程よく、ゆとりもありますし、まあ、裾に向けてね、しっかりとこうラインも綺麗に、出るような感じのシルエットとなっておりますので、まあ、イージーな仕様なんですけども、すごくね、シルエットは綺麗に見えますので、まあ、そういったところも踏まえてね、全然普段着としてもお使いいただいても全然ね、コーディネートもしやすくて、非常にこうアクティブなシーンでも活躍しますし、もちろん普段着としてもしっかりと活躍してくれるパンツなんじゃないかなと思います。まあ、生地の分厚さもね、そこまでこう分厚すぎず薄すぎずといった感じの、生地の分厚さかと思いますので、まあ、今の時期はね、本当にもちろんちょうどいいぐらいの感じですので、結構、シーズン通して長くお使いいただけるかと思います。で、こちらね、ブラックの M サイズを履いてるんですけども、身長163センチ、体重54キロで、まあ、程よくね、ゆとりあるぐらいの感じですね。まあ、ジャストサイズで履くんであれば、まあ、S サイズで十分かなと思いますが、まあ、このぐらい緩くても決してこうなんかだらしない感じになるほどの緩さではないかなと思いますので、まあ、ちょっとゆったりめの方がお好きだよっていう方はね、まあ、このぐらいのシルエットで履いていただいても全然ありかなと思います。まあ、裾に関しましてはね、やっぱりちょっとこうクシュクシュっとなるようなぐらいの丈感
感にはなるんですけども、まあその辺だけね、ちょっと個人的には好き嫌いが出るかなと思いますので、まあこれがね、あんまり得意じゃない方は、ジャストサイズで履いていただくと、裾回りもね、結構収まりもいいんじゃないかなと思いますので、まあ少しでも、サイズ選びの参考になればなと、個人的には思います。まあ本当に動きやすくてね、いろんな、姿勢にもね、しっかりと対応してくれますので、まあそういったところはすごく良かったなと思います。でこちらがグリーンの方ですね。こちらもね本当に綺麗な、ちょっとね程よく濃さもあるような、カーキのお色となっておりますので、まあ、トップスがね黒とか白とかと相性はね非常にいいかと思いますので、まあ、僕の感覚的には黒を持っていらっしゃる方で、まあ、もう一本欲しいなっていう方はねこちらの色を、手出していただいてもいいんじゃないかなと思います。で膝のところに、パタゴニアのねプリントがされておりまして、こちらもリフレクターの仕様となってますので、まあ、夜間とかね、しっかりと反射っていうところも、してくれますので、そういった部分の機能差があるかなと思います。まあ、生地もねそんなめちゃくちゃ伸びるような感じっていうわけではなくて、まあ、程よくね動きの手助けをしてくれるぐらいのストレッチ感かなと思いますので、まあ、そういったところも、すごくね、いいなと思います。あんまりこうビヨビヨ伸びるようやとね結構ラフな印象というところも少し強くはなってしまいやすいかなと思いますので、まあ、その辺も含めて、見ていただければなと思います。もうデザインはね本当に至って、ベーシックな、タイプとなっておりますので、非常にこう流行り廃りなくて、もう余分なものも一切ついてないようなデザインというところも、一つポイントになってくるんじゃないかなと思います。でこちらグリーンの方をね履いてみたんですけども、身長が同じく163センチ54キロで S サイズでこのぐらいの、サイズ感ですね。もう本当にねよりスッキリ感が出るような感じで、太もものところもねピタピタってする感じでもなくて、程よくこうラインが、綺麗に出るような感じなんですけども、ゆとりはしっかりあるよって言った感じの、イメージですね。結構ねトップスボリュームあるタイプを持ってきて合わせていただいても、結構ねシルエット自体もねコーディネートもメリハリが出て、これはこれでかっこいいかなと個人的には思いますが、まああんまりねこうメリハリが出しすぎるような感じにはならない方がいいかなと思いますので、まあちょうどよくって言ったらあれなんですけども、程よく、まあオーバーサイズ気味な T シャツと、合わせていただいてもまあ大丈夫かなと思いますので、まあ少し、シルエットの参考になればなと思います。ちょっとね今はかなりこう上が緩すぎますので、なんかシルエット的にはなんかタイツ履いてるぐらいの、細さというところはすごく強調されますので、あんまり個人的にはそんな好きじゃないんですけども、まあ、M サイズぐらいでしたら全然ちょうどいいかなと思います。まあ、本当にねウエストも総ゴムになってますので、非常にこう履きやすくてイージーな仕様で、まあ、ウエストはねドローコードで調節はしていただけますし、まあ、肌に当たるねちょっとポケットの部分とかお尻周りにはしっかりとメッシュ素材になってますので、そういったこう蒸れの嫌な感じっていうのもねしっかりとねこう軽減してくれてるっていうところも、嬉しいなと思ったポイントの一つとなっております。まあ、結構こうやって見るとね割と伸縮性があるような感じですので、でもこうなんかめちゃくちゃこうビヨビヨな感じでもないっていうところはすごくね好きなポイントだったので、まあ、ちょっと何言ってるかわからないかもしれませんけども、まあちょっとでも伝わればなと思います。とにかくねラインが綺麗で、生地もねちょうどいい分厚さというところだけは伝わればなと思います。